これってあれなんですよ、そのパリでやっぱりあの仕事してる時とかに夜な夜なお酒飲んだりするじゃないですか。で、あのあるお世話になってる方の家でホームパーティー的にやってた時に、その3人で、あの富田君、富田さんって将来どうしたいのとか、どういう話とかになった時に、いや僕実は結構な壮大な夢があるんですみたいな話から始まって、まああの YouTube でうちの会社総会とかやってね、あの YouTube の上で出してる、そっちもご覧になっていただければと思うんですけど、なんかあの社会的飲食業界の社会的地位の向上をさせていきたいみたいな、こう夢が一緒あって、でそれをやっぱりやっていきたいなと。でそのためにこういうことをやって、こういうふうにやって、こういうふうにお店をやって、こういうふうになんか展開して、こういう業態、ああいう業態、こんなこともできるし、あんなこともできるみたいな、あの俗に言う何でしょう、あのピッチっていうんですかね、あの事業計画みたいな、自分なんかこうみたいなものをもう実は15年前、もうかれこれ今僕は48なので、32、3歳ぐらいの時には、あのもうそれ、あのあれはあって、でそれをなんかやりたいなと思ってるって話をしたんですね。でスタートを和食でやるか洋食でやるかっていうところはすごい迷ってて、ただ時代的には2013年に、ね、あの和食が世界無形文化遺産になったりとか、やっぱり和食に可能性がすごくあったので、あの和食からスタートしたいなっていうのはあったんです。でそれを夜中に夜な夜なお酒飲みながら石田さんとかと話してたら、まあ、石田さんが面白そうですねって言ってくれて、でまあやってみたいと、はい、言っていただいたのきっかけ。そうですね。ですね、はい、今でも思ってますね。はい、まあ僕の得意の口技で、はい、はい、口技で、はい。そんなことないです。でもそうですね。でも僕もその話聞いて、やっぱり僕それまではあんまりこう自分で独立っていうのがあまりビジョン的になくて、でじゃあ将来的に自分はどういう料理になるのかなって思ってたんですね。で僕あの。前の一番最初に入ったお店でちょっと3年ぐらいサービスしてたことがあって、でサービスの人のこうなんていうの、その大切さっていうのをやっぱり改めてこう感じた3年間だったんですね。でやっぱり自分で商売すると、僕はねもう皆さんも知ってると思いますけど、めちゃくちゃ不器用なんで、なんか一人でやるよりはやっぱりパートナーというかサービスの人がね一緒にいていただけるんだったらいいお店ができるんじゃないのかなっていうのはなんかうすらうすら思ってたんで、でその時に東さんと話し合して、その聞いたビジョンを僕自身がすごいなんか共感したというか、あすごい面白そうだなと思ったんですね。で東さんがやるってこう言われたんで、おじゃあ僕でよかったらみたいな、そっからの話です。本当にで気がついたら6年経ってましたこんな、ね、面白いですよね人生って。はい、はい、はい、ついてる、ね、気をつけてます。はい、食べました。いただきます。お肉、お肉美味しいですよね。これ本舗だったっけ、もうって書いてました。どこって、あ、本当ですか、ごめんなさい。なんか時々、時によってちょっと部位変わるかもしれないです。はい、ほぼっぽいですね。ほぼ肉僕大好き、うん、でほぼ肉が美味しいですね、うん、あ、だから女性ってよくあれですね、こう食べながら美味しいとか言うんじゃないですか。男性はあんまり言わないですよね。すいません、どうでもいい話しましたね。男性はどう言うんですかね。でも皆さんもがっついてるから美味しいって言うじゃないですか。女性なんか途中で言いますよね、口の中にまた食べながら。え、別にごめんなさいね、すいません、やめてきます。美味しいってことですね。美味しいです。富田さんのどこがいいですか。顔何ですか、トヨさんですか。そうなんです。トヨさんはあれじゃないですか、芯が強いですよね。これって思ったらもう絶対やり遂げるじゃないですか。料理業界で芯が強い人たくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱりちょっと変わってますよね。どうなんですかね。でもまあ、なんだろう、いろんな人いますけど、でもトヨさんみたいな人はあんまり出会わないと思うんですよ。強い、一言で。石田さん言うんですか。全然強いです。全然強いと思います。喧嘩とかじゃなくてですよ、人として、はい、そうですね、精神面とかもそうですし、そうです、気持ちいいもそうですし、一緒にやるの大変なんじゃないですか。何だろう、その大変さって何ですかね。人によって違うんですか。はい、まあそれは大変なこともあるけど、それって別に
ね、誰でもそうだと思うし、例えばその一人でやる大変さもあり、二人でやる大変さってまた違うじゃないですか。で、別にそれが富田さんだから大変かっていうわけでもないし、誰か別の人でやっても別に大変だと思うし。でも大変さが勝ってしまうと結局みんなのやーみたいになっちゃうんですけど、大変さよりやっぱ楽しさの方が勝ってるから今も二人でやってると思います。大変さなんて楽しさとかなんかワクワク感とかいいですね、思いとかそっちが強いからやってるんだと思うんですよ。まあでも見た目ね、僕こんな見た目なんでチャラいって言われるんですね、チャラいって言われます、チャラいって言われます。いやいやいや、まあ、でもなんか実は多分うちの店の中で一番気強くて一番硬いの僕、硬いっていうか、うん、まあ石田さん言葉から言えばブレないっていうのは多分僕だと思うんですよ。そうですね、うん、それは自分でも思うし、むしろ僕にはそれしかないと思ってるっていうか、はい、そうなんで、まあそうですね、まあ、石田さんもブレない、あの、ね、そこはまだって言ってるんですけど、なんか引き出せてないだけで多分あるはずなんですよねっていう、そこはやっぱりなんだろう、自問自答じゃないですけど、はい、修行僧のようにですね、はい、自問自答ながら、ね、いろいろこうなんだろう、なんか発見というか、はい、こだわりというか、そうですね、うん、なんかそう簡単に譲っていいこともあれば絶対に譲っちゃいけないものとかもあると思うので、はい、そこをですね、自分で大切にしたいものとかそうじゃないものとかね、もうシンプルにちょっとね、甘いものがあると嬉しいんで、ね、いただきます。じゃあコーヒーとか紅茶とかもうちょっとお酒飲みますか。僕はコーヒーで、コーヒーを、はい、はい、あるし、そろそろあの僕らにもちょっとお酒勧めてくれないですかね。あ、すいません。あ、じゃあ、もうなんか僕も山崎さんも喉乾きすぎてちょっと今もう手を裏でないほどしました。そうですよ、それアルチューって言うんじゃないですか。あ、じゃあお二人で。あ、ぜひいいですか。ちょっとどうしますとりあえず泡からいきますよ。とりあえず泡からね。何もないですよね。進めるのも下手だし、進められるのも下手なんですよ。ね、この間もその話になりましたね。日々反省です。どういう話だったんですか。あれです、あのお客様に大丈夫、お酒飲んだのって言われて、いや、僕自転車なんですって言われたら、あの、一杯ぐらい飲んだから。まあ、一杯ぐらい飲んだらっていうか、あの別に飲めないんだったら、あのお茶、うち美味しいお茶あるんで、それ一杯いただいていいですかとかっていう振りでもらえば、あ、ごめんなさい、おはようございます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 、三段六円ですもん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、という話とかね、やっぱお店のね、売り上げ上げるっていうところにはいろんなところにこうチャンスがあるで、本当にそのお話をした次の日に同じシチュエーションが来たんで、いただきます。それでね、お茶一杯でもね、いただいてるね、変な話ですけど、お店の売り上げになるといいなと。でも今はその売り上げって話にしましたけど、でも人生って同じようにチャンスがいっぱい来るはずなんですよ。そうですね、そう、やっぱそのチャンスを、あ、チャンスなんだな、チャンスじゃないんだなっていう、こうそれすらも検知できない、感知できないで人生をずっと過ごしていってしまうのと、あれ、これチャンスじゃないの、ここでこうしたらなんか状況変わるんじゃないのみたいな、やっぱり常にアンテナを張りながら、うん、やっぱり生きていくと絶対来るんだと思うんですよね。そうですね、うん、だから変な話ですけど、ね、乃木坂シーンが始まって石田さんといろいろした時になんか願えば叶うよねみたいな話でなんかミシュラン一つ星なんとか星もらえたらいいなって言ったらね、あの半年で一つ星もらったりとか、うん、その後もやっぱりちょっとこの人数だとしんどいよね、そろそろ調理が欲しいよねって言ったら、うん、あの急に若い子が食べに来て、ここって人雇ってるんですかつって新卒が入ってきてくれたりとか、さらにそこからまた少しずつ忙しくなっていく、もう一人ぐらい欲しいななんて言ってたら急に電話かかってきて人募集してますかって来たりとかね、なんか
こういうの欲しいね、ああいうの欲しいね、こういう人が入ったらいいねとかっていうふうのはやっぱり願ってるとイメージすると、そうか、物ってこうね達成できたりするので、口にする、はい、こう言葉にする、そう、そう、なんでやっぱあのそこってすごい大事だなっていうのは、常にやっぱチャンスって転がってるんだろうなっていうのは、なんか変な話、今すごいマキシマムの話、ミニマムの話からマキシマムの話、またミニマムの話もそうですけど、日々の売り上げを上げようってチャンスを狙ってると、そういう一杯のを勧めてもらったとか、何かの一言とかで一杯多くてですね、あのお酒飲んでいただけたりとか、一杯をご馳走していただいたりとか、なんかそういうチャンスにつながっていくと思うので、やっぱりなんかこう目をキーンと光らせてですね、キーンとやってこう声で言われるからやめて。こういうふうになんかやっぱり意識をするというのは大事かな。そうですね、はい、お酒飲みですか。あ、お酒飲みます。これ食べちゃうんですよ。はい、食べちゃうんですよ。というわけで乃木坂新チャンネル、はい、なんか今日はこんな感じで勝手に締め始めてます。いやいやいや、まあ、あんまり今日ね、そんなにな、そうですね、僕らのお話っていうよりは、結構石田さんからね、はい、プライベートでちょっと話を聞くみたいな映像になった感じですか。そうですね、なんかね、お客さん、来ていただいたお客さんにはいつもお話ししてるんですけどね、うん、やっぱり、ね、やっぱ僕の人となりじゃないですけど、知っていただくと、なんかそれも、ね、来ていただくきっかけになるのかなと思ったんで、ちょっとお話しさせていただきましたで、なんかいきなり硬くなりますけどねすいません、名前が石田っていうんでどうしても硬いんですよ。すいません、はい、岩田に名前変えてもいいんじゃないかな。硬いですよ、もっと硬いです。あ、すいません、まあ、はい、なんで、まあ、またあの私のプライベートのなんかそういうのもね、あの流すのか流さないのか、まあ私のプライベートはちょっとベールに包んでいた方がいいのかなと思うのではい、ケイちゃんが向こう側で頷いているので、はい、というわけで今日は、はい、残りのチョコレート楽しんで、はい、ありがとうございます。というわけで乃木坂新チャンネルでした。ありがとうございました。はい、またすいません、石田さん、はい、あの先ほども言った通り、はい、あの今日はね、やっぱりこう自分に投資せよということで、なるほど、はい、というわけで、あのそうきました。すいません、ちょっともうちゃんとお支払いいただいて。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。お会計はこちらのちょっとご会計を確認いただいて、はい、おえ、お、本当ですか。あの、お会計こちらで。わかりました、じゃあこちらで。それ会社のカードじゃないですか。会計、あ、自分のカードですか。自分のカードです。これじゃあ、これいいですか、本当に切って。いや、切れないかもしれない会計いくらになってました。51万3000円。あ、すいません、間違えました、ちょっと桁間違えましたそうですよね、なんておにちきえ、すみません、山田君ちょっと桁間違えてましたすみません、いやいや、ほんと1個、はい、というわけで、あの実際に石田は払うのかっていう検証動画もちょっと見てみたという